した理由は表向きは体調不良と言っておりますが、暴力団との黒い付き合いが理由らしいです。後任には前任の滝実氏が、拉致問題担当は藤井官房長官が兼任するそうですというね。田中氏の名前は喜ぶ秋と書いて慶州、はい、ね、悲しみの秋となりましたね。喜ぶどころかということでありますね、はい。ピンピンダラリンさんからもいただいておりますけれども、拉致担当大臣も兼任と言いましたから、拉致家族の会の人たちにとってはもうたびたび大臣が変わって担当の人も変わったりするというのもね、たまったもんじゃないなと思いますけれどもね、ということです。まあ、閣僚の身体検査とよく言いますが、自分が危ないと思った人は固くいわゆる閣僚指名を拒まなければならないと思いますしね。昨今本当にみんな嗅ぎつけますからね、こういうことで。いやいや、だって今日、うん、朝ズボン見てて地元の人たちにインタビューとかってやってましたけど、うん、地元の人たち大丈夫かなってね、こっちでは言ってたんですけどって、うん、大丈夫かなって、何が大丈夫かないう、そういう雰囲気があったいうことでしょうな。あ、まあだから地元は地元の活動があって、そういう人たちとのお付き合いみたいなものがね、はい、まあ今は分かりませんよ、30年前はあったいうことやなんかは知ってるわけですからね。でも30年前の話ではなく、うん、今の住民の人たちに聞いて大丈夫かな言ってたんですわっていう、そんな話が出てくるってことは、今、まあ、その噂が事実かどうかっていうのはまた別ですけど、なんか そういうイメージの人だったいうことですか、地元では。ねえ、うん、だからもうとにかく自分がもうこういう風やなと思ったら、もうちょっと誇示せなあかんのと違うんかと、何もせずこの3週間分の報酬を得たり、閣僚という大臣の椅子に座ったという思い出を得るとはうまいことやったもんですね。ところで何人も閣僚が変わってますが、私にとっては松本龍氏がまだ印象に残っておりますという、あの松本さん、はい、えらいこわもての人やった、はい、ねえ、えらいちょっと大変なこと言ってましたよ、ね、うん、あの人もちょっと印象に残ってます。田中信さんからもまた滝さんが復帰ですか、ということで、じゃあ田中さん何のための大臣だったんですか。思い出大臣言われてますけどね。たった23日の大臣、それでも履歴書には大臣経験と書くんでしょうか。なんだか本当に世界の笑われ者ですよね、これと。シャー大尉さんからもね、いわゆる前任者が再任ということであるならば、はい、何のための内閣改造やったんや、ねえ、変えた意味がそういうことですよね。より良い形にしていこうということやったんです、ね。より良くなかったんで元に戻したということですか。ねえ、うん、もう本当に早く解散すべきだと思いますと、この人の気持ちが書かれております。宝慶牧場の血統さんからも、誰がやってもあとちょっとのことだけどさ、もう決めてますか。そうやって決まってんの。大臣や官房長官って兼任でこなせるほど暇なんですか。まあ何もせんといるんなら兼務でも可能だろうけど、本気で職務全うしようと思ったら専任が本当だと思うけどね、うん、これ一時の恥と柳家家禄の付き人、柳家付録付録を言われちゃうよね。家禄さんにしてはまた器用な方ですね、はい、はい。まあ、それはいいといたしましても、これね、野田総理は任命責任を認めております。責任追及より臨時国会で必要な法案をちゃっちゃと決めて解散してもらった方が良いでしょうね、しかし自民党はネチネチやるんでしょうね。帰ってきた今さん、まあ、この田中氏、先週末に藤村氏に電話で辞任の意向はないと伝えたそうです。その後何か容体が急変したんでしょうか。体調について医師の判断がないまま本人の判断だけで辞任できるというのは何とも無責任です。任命責任にはつながらないだとは言えない状況だと思いますよということですね。ですからそのことにつきましてもまた、これは何でしたっけ、そうそう、ハッチの和信さん、本人から体調不良の申し出があり、野田首相の任命責任はないとの説明がありました。うまいこと考えてますね、いうことでね、はい。これは資格がないというか、不適格な人だからこそ、辞めたんではない。体調不良やいうことで辞めたんですから、はい。いやいやいや、だから。でも、その体調不良は、まあ実際、なんか入院とかされてるから、まああるのかないのか、あるんでしょうけど、うん、でもそれとは違う一方で、これだけのことが話題になっていて、問題視されてるわけですから。それで辞めたわけじゃない。それで辞めたんやったら、私に任命責任がございますが、体調が悪いって言って辞められた方でございます。いやいやいや。はい。
でももともとその問題はあるわけですから、辞めた辞めないに関わらずそういう人をね掲げたりに、まあ、やっぱり何かしらあるんじゃないんですか。まあ、しかし国民によって選ばれた方ですから、はい、その方が大臣になるということは筋としては真っ当なことでございますが、ましてや地元で大丈夫かなって言ってたんですって言われて、リサーチしなかったんですかね、お願いするときに。体調不良が問題だと思います。Y 亀吉さん、論功行賞を優先した人事のツケが回ってきたんではないでしょうかね。このところ離党の人やら何やら小沢グループも抜けたり、これも抜けたりするときに野田さんを支えていきましょうと言ったその一言やら何やらというのが今回の内閣の人事につながってはしないだろうかと、まあこの人は言っております。わかめ鮭さんからも体調不良で辞任、辞職、嘘800バレバレではないでしょうかねと。これで元大臣という肩書がつくんですか。何年以上やってやっと大臣いう場合の肩書きにしたらどうですかね、履歴書やなんかにと。大臣やった事実ちょこっとやっても大臣と、はあ、ねえ、はい、まあいろいろあるようでございます。部屋を借りたいけど保証人がいないの。恋人の俺が保証してあげるよ君のことは。ダメよ、あなた信用ないし。私は私を保証してくれる人を選ぶわ。俺の愛は無力なのか。なんてことがないように、家賃保証の日本セーフティー。家賃保証のリーディングカンパニー日本セーフティーがお送りしました。腰や膝に痛みがあると外出が憂鬱ですよね。玄関で靴を履こうとすると股関節に鈍い痛みが走る。歩き出すと膝の裏が突っ張って辛い。階段の上り下りをすると膝がきしむ。